キム・ミン・ソクは、韓国の俳優、釜山高域市出身。1990年1月24日、釜山高域市に生まれる。誕生と同時に両親と離れ、祖母によって育てられる。幼少期に喧嘩で花が曲がり、特に不便なことはないが、大きく息を吸うと、片方の小鼻がくっついて、息がしにくいと語っている。一人で育ててくれた祖母に苦労をかけまいと、高校時代から、 刺身店で厨房補助としてアルバイトをし、社長の支援で日本食の調理師免許を取得した後、韓国食、洋食の調理師免許も取得した。大学もアルバイトを続けながら、ホテル調理学科を専攻した。ソウルに上京し、俳優として活動するようになってからも、仕事がない時はクイック宅配やレストランなどで配達アルバイトをしながら、脇役を演じていた。 2011年、ネットのオーディション番組、スーパースター系に出場。オーディションでは惜しくも脱落するが、これがデビューのきっかけとなり、オーディションを主催した会社と契約を結ぶ。2012年に、TVN ドラマ、美男バンド、君に届けるピュアビートのオーディションで、見事合格し俳優としてデビューする。演技は好評だったものの、アイドルとしてデビューをさせようとしていた。 事務所と意見に差が出て、事務所を辞め、ホームレス状態でアルバイトを続ける日々が続き、美男バンドで共演したインフィニットの L の紹介で、ブーリームエンターテインメントに所属する。活動再開後、続けて受けた、恋する、ジェネレーションと、太陽の末裔のオーディションに、両方合格し俳優としての道に進む。ブレイクのきっかけとなったのは2016年に、 最高視聴率41.6%を記録した大ヒットドラマ、太陽の末裔この作品で主演の孫順義の後輩ギボム役を演じ、第12回ソンピアワードで人気賞を受賞した。太陽の末裔の最終オーディションの際には演出スタッフ、俳優陣全員に寿司を握った。同年、韓国の音楽番組、SBS 人気歌謡の MC に抜擢されますます。 人気を高め、SBS 芸能大賞でニュースター賞を受賞した。2017年11月、ウーリームエンターテインメントと契約が満了し退社。その後、リスペクトエンターテインメントに所属している。2018年12月10日に陸軍に現役入隊。2020年7月20日に除隊した。ウェブドラマ、都会の男女の恋愛法で除隊初のドラマ出演を果たした。 ありがとうございます。